米国、アウーの、アウーダイナマイト、が26日、日本時間27日、に放送され、新日本プロレスの内藤哲也、42、が電撃登場した。新日本とアウーの合同工業、フォービデンドア、30日イコールドー7月1日、米ニューヨーク、を目前に控えたこの日の大会では、新日本のロスインゴベルナブレスデハポン、理事、とアウーの、 ブラックプールコンバットクラブ BCC の人気ユニット同士の構想が実現。高木慎吾、高橋宏夢、ティタンのトリオがジョン・モクスリー、クラウディオ・カスタニオーリ、ウィーラー・ユータ組と激突した。試合は高木が IWGP 世界ヘビー級王者のモクスリーと激しい攻防を展開。エルボー合戦からラリーアートを打ち合う、モクスリーの噛みつきに対し、 高木はナックルからの龍玉ラリーアートで応戦した。終盤にはヒロムがユータを攻め立て、ヒロムちゃんボンバーを発射。勝負を決めにタイムボム2の体勢に入ったところで、なんとモクスリーが背後からイス攻撃を見舞いまさかの反則決着となった。火がついた両軍は、試合後もリング内外で乱闘を繰り広げる。するとここで登場したのが、 FD でモクスリーの持つ IWGP 世界ヘビー級王座に挑戦が決定している内藤だ。スーツを脱ぎながら花道を歩き進めると、襲いかかってきたモクスリーとの場外乱闘が勃発。4月の新日本シカゴ大会でモクスリーに奪われた司法奪回へ、さらに因縁が深まる結果となった。 また FD でブライアン・ダニエルソンとの応援ハートハイトーナメント1回戦を控える高木は、試合後のリング上でユータの首筋へエルボースタンプを連発。この挑発に対しゲスト解説を務めていたブライアンもたまらず放送席を飛び出し、リング上で両者が睨み合う光景が生まれていた。